米セントルイスは、アメリカ合衆国ミシシッピ州の南岸、ハンコック軍の都市であり、同軍の軍庁所在地である。ガルフポートビロク市大都市圏に属している。2010年国勢調査で、の人口は9260人だった。2005年8月のハリケーンカトリーナの被害を受けて、人口が減少したが、現在は回復しつつある。米セントルイスにある、 ハンコック軍庁舎米セントルイス市は、北緯30度18分53秒整形、89度20分39秒、北緯30.31472度整形、89.34417度、30.31472マイナス89.34417に位置している。セントルイス湾岸にあり、その先、南はミシシッピサウンドである。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は16.9平方マイルであり、このうち陸地6.1平方マイル、水域は10.7平方マイルで、水域率は63.31%である。ミシシッピ州のメキシコ湾岸、米セントルイスは、中央やや左、パスクリスチャンとウェーブランドの間以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 米セントルイス市の公共教育は、米セントルイスウェーブランド教育学区が管轄している。この学区内には、米高校がある。セントスタニスラウスカレッジ予備校は7年生から12年生までの男子入寮型全日制学校である。アワーレディアカデミーは7年生から12年生までの女子全日制学校である。この2校は、カトリックカリキュラムと同じ教室を使っている。 1969年8月17日、ハリケーンカミーユがルイジアナ州の先端に上陸し、その後にベーセントルイスを襲った。ハリケーンカトリーナで落下したベイブリッジ2005年8月29日午前10時、ハリケーンカトリーナがベーセントルイス近くパール川川口で上陸し、高潮は28フィートになった。午前9時15分の満潮時に接近しており、 それだけで2.3フィート高かったので、高潮は30フィート以上になった。アメリカ地質調査所の地形図では、市の西端にあるアメリカ国道95線に沿った尾根を走る東高線は25フィートである。ハリケーンカトリーナの高潮による浸水がなかったのは、主にこの地域である。ハリケーンカトリーナによって、ミシシッピ州の図書館40カ所以上が損害を受けた。 米セントルイス公共図書館は厳しい浸水被害を受けた。この図書館は2005年10月12日に再開された。アメリカ国道90号線の米セントルイス橋も大きな損傷を受けた。橋脚の間の多くの桁が西側で水中に落ちた。これは新しい米セントルイス橋で置き換えられ、その新橋はアメリカの交通省を受賞した。この橋には歩道橋を回り、 地元芸術家の作品を展示するアートウォークとなっている。米セントルイスの地下にあったユーティリティ施設は、連邦政府の予算で全的なオーバーホールと取り替えになった。米セントルイスがある地域の気候は、暑く湿気た夏と、外して温和、または冷涼な冬が特徴である。欠片の気候区分では、温暖湿潤気候、略語は、CF である。ありがとうございます。